こちら焼きそばダバーマスコットを紹介していきます。こちらはイオンモーリーファンタジーとパロ限定品になってます。ダバーについて簡単に説明をしたいんですが、結構な確率で皆さん体験されたことがあるんではないでしょうか。ダバーっていうのはカップ焼きそばのお湯を切るときにダバーって麺まで流しに出してしまうことをダバーと言います。私は今になっても結構数本ねダバーしてしまうことがあります。カップ焼きそばを作るときはしっかり蓋を閉めてからお湯を切るようにしましょう。今回のこちらのマスコットなんですが、そのダバーを楽しく体験できるっていうマスコットになっております。早速楽しく体験していきたいと思います。シールがついてますね。シールは蓋に貼るように、ついてるようです。もったいないですね。これね、ここにもシールがついてるんですけど、これ実は袋を剥がしちゃうとシールもね取れちゃうみたい。まだダバーしないよね。大丈夫だよね。まだいいよね。まだ大丈夫だよね。そして付属のシールを貼ると、よし貼れた。こちらに遊び方が書いてあるんですが、その1、蓋を外してください。その2、お湯は注がずにそっと傾けてください。その3、ドバッと飛び出す麺をお楽しみください。この商品は食べ物ではありませんと。それでは蓋を外してください。お湯は注がずにそっと傾ける。蓋を外してそっと傾けていいのかな。そっと傾けてください。そっと傾ける。じゃあ傾けますね。傾ける。ちょっと蓋今これ外れてるんで傾けますね。傾けますよ。可愛くダバーと出ましたね。可愛くダバー。もうちょっと勢いよくブワーッと出るのかと思ったんですけど、意外に私のやり方が悪いみたいな。蓋を開けてちょっと傾ける。ダバー、わあやっちゃったーっていうあの時の、あの感情を、体験できます。見つけたらぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。